僕でよければ何でも答えるよ。いつも岩場にいることが多いかな。そこで海藻を探して歩いてるよ。そうだよ、僕のご飯は海藻だからね。特にアラメが大好きだよ。僕たちには歯舌っていう器官があるんだよ。小さい歯の並んだ舌があるの。ここで海藻を削り取って食べてるんだ。そうそう、あと砂場だと張り付くことができないから、波が来た時に転がっちゃうしね。岩と岩の間に挟まれば安心だよ。そのためにはトゲを大きくすることが大切なんだ。そうだね、やっぱりトゲが大きいのは憧れるよね。強い波が来てもトゲでしっかり岩の隙間に挟まって動かない姿はかっこいいもん。うん、この辺のサザエはみんなそうだね。ただ波の穏やかな地域は流される心配がないから、トゲがあまりなくて丸っこい形をしてるんだ。だからトゲが大きければ大きいほどその海は波が荒いんだってわかるよ。そうだね、サザエに生まれたからにはそれも運命だから。漁師は小さいサザエは取らないようにしてるから、大人になっていくうちにだんだん受け入れられるよ。でも取ったからにはできるだけ美味しく食べてほしいよね。おすすめは刺身とつぼ焼きだね。シンプルなのが一番いいんじゃないかな。そういえば肉がなかなか手に入らなかった時代はカレーの具として僕が定番だったんだ。今もサザエカレーとして振る舞われることがあるよ。やっぱり島の外の人には珍しくて喜ばれるみたい。あ、僕たちの性別の見分け方って知ってる？うん、でも外から見ただけでは性別はわからないんだ。殻から出してみないとね。体の先端の渦巻きが緑色だったらメス、白っぽかったらオスだよ。こうして喋ってると僕はオスだってわかるけどね。誰よりも大きい棘を作って荒波に耐えられる体になること。飛島の海は冬になると荒れることが多いから、そんな時期にも安全に暮らせるようにがっつりした体つきを目指していくよ。